写真撮影。イエーイ。あつとちゅうちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。皆さんに昔の写真でダーツゲームをしてもらうんですけれど、はいはい、ルールをちょっと説明しますね。はい、まずは順番に嘘または本当の写真をこのように見せます。見せた写真のエピソードを作り話でも本当の話でもします。はい、例えば、うん、じゃん、こちらの写真なんですけど、この時は私が、まあ、幼稚園の、ね、年長さんで運動会をやって、うん、運動会のリレーの終わった瞬間です。はい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 、なんかそんな感じのフーみたいな感じ。これえっちゃんだろ。え、これも本当だったらするで、うん、ダウトだと思ったらダウト。あー、なるほど。どうするどうする。え、これダウトする嘘なんです。うわー、えっちゃんだって。えっちゃんの顔じゃないか。確かに、でもわかんないよ、ちっちゃい時なんて。うん、この場合はダウトって言い当てた人は、うん、プラス1点、スルーしたが間違えたらマイナス1点。みんな最初0点か。うん、嘘が通せたらプラス1点なんだけど、うん、今1人バレちゃったらマイナス1点、2人にバレちゃったらマイナス2点。うわー、マジか。点数が、うん、一番低かった人にはカメラロールの一番古い写真を公開してもらいます。なるほど、何の写真だ。ということで、はい、まあ、やっていきましょうか。やりますか。じゃあいきますよ、はい、では私からいきたいと思います。はい、1枚目の写真はこちらです。これ結構まあちっちゃくて、ですごい私まだやっぱちっちゃい時から活発で、うん、しかもこの時まだ髪短いじゃん、うん、だからすごい男の子とで間違えられてたらしい。これ何歳？これね、多分1歳か2歳ぐらいだと思う。せーの、ダウト。スルー。正解は私でーす。はい、うわー、これはりっちゃんの顔だ。うん、本当にわかる？あの口元。言われてみればだ。僕の写真は、はい、こちらです。うわかんねえ。あのね、この時はなんかこう太ってたんだよね。太ってるね。俺本当に太ってたの、ちっちゃい頃、うんうん、3000キロぐらいあって、もう呼吸が危なかった。あ、なるほど、なるほど。スルー。この写真は私です。なんで幼稚がマイナス1点だな。マイナス2だね、この場合。マイナス2。マイナス2で私たちは0、0。はい、じゃじゃん、こちらの写真なんだけど、まあ、私がまだ小学校1年生になる前の写真、何歳かちょっと覚えてないんだけど、うん、誕生日の時で、うん、お父さんと誕生日のお祝いの最中の写真。全然分かんないよ。分かんねえ。決めました。はい、どうぞ。スルー。スルー。ディズニーランド行った時の写真で、ちょっとこの写真見る目かけて、この時からもでかい子出してるんですけどね。わーって母ちゃん、母ちゃん、っていう写真でございます。ダウト。ダウト。正解は私ありません。なんでよかった。なんでよかった。いや、顔が違かった。違う、違う、これはりっちゃんじゃない。なるほど。いきますよ、はい、ドン。これはあのさっきの写真から3ヶ月ぐらいだったかな、うん、どん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 痩せて、こう絞られてきた感じ。どちらでしょう。ダウト。ダウト。この写真は僕じゃありません。だよね、だってさ、これ可愛すぎるでしょ。え、うん、え、なんか女の子みたいな顔してる。これはですね、友達高森です。かわいい。女の子みたい。ねえ、バッチリだね。じゃん、これは一番最初に住んでたアパートの前で何か撮ってた写真なんだけど、なんか友達は車に乗ってて、うん、私は持ってなかったからこのポーズしてたらしい。あはー、なるほどね。なるほどなるほど。ダウト。ほうほう、分かれた、うん、この写真は私じゃないです。なんで。おー、えっちゃんってさ、ちっちゃい時髪の毛くるくるって言ってなかった。そうなんだよ。めっちゃさ、まっすぐじゃん。本当だ。そう、うん、最後の写真はこちらです。もう結構ちっちゃくしました。もうちょっと攻めます。なんかほっぺ赤くて可愛いね。すんごいほっぺ赤いよね。せーの、スルー。正解は私です。イエーイ。あー、まあ確かにさっきの写真似てるね。くっそー、難しいな。
よっち3枚目の写真こちらです。ドン。待って、もうよっちさん同じような写真ばっかすぎて。これはね、あのほんとちっちゃい時、あの太る前、太る痩せるの前。どうぞ。なんと僕ではありません。なんで。いや、わかんないけど、なんか鼻がスッとしてるの。これも高森。これも高森です。私です。あー、よかった。まあ、お姉ちゃんかなと思って。まあ、お姉ちゃんが隣にいるんだよ。そう、だからまあ、プラス1。はい、じゃあ強っということで、幼稚が罰ゲームです。パターンあり。これ何歳？これはね、19。え？今より5歳ぐらい上に見える、うん、え、これ出せばよかった。これ確かに逆に、まあ、これ出せばよかったね。うん、これ出されても俺ってわかんないよ、これ。わかんない。今の変わんないじゃん、顔。顔変わんない。いや、全然違うよね。でもメガネと同じ顔してみて、虹はもうすごい。全然違う。はい、はい、ということで、こちらの、ね、動画が面白かった方からぜひ高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちら。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。